どうも、新しいよしご飯の時間ですよ。今日はね、これです、ミートボール丼です。ミートボール丼です。これインゲンママいただきます。うん、あ、いい、美味しいね。久しぶりにミートボールを大量に食べたいなと思ってね。買ってきました。ミートボールは業務スーパーです。安いです。美味しいね。日がね、長くなってね、本当に。いよいよそういう季節になりましたよ。人参と玉ねぎについては刻んで入れました。刻んでね。もうちょっと多くてもよかったもんね。これだったら。ミートボール好きだね。業務スーパーすごい、本当に安い。本当に驚くほど安い。こんなにいっぱいミートボール食べてもね、なんか3分の1もいってないんじゃないかなというふうに思いますよ、僕は。うん、ああ、明るい口からね、こうやってビール飲んで本当に最高だよ、本当。ただこの時間、時刻的に言えばね、錯覚をするというか、ありませんか、仕事、日常的に。ね、平日ね、仕事してても。外が明るいもんだから。冬だったらもう真っ暗な時間でも明るいからね。いやー、もう時間の感覚が分かんなくなったりすることがありますね、本当に。まあ、何の話をしてるのか。僕もよくわかりませんけど、そういうことがあります。なんだかこう、まだまだやれる気がするっていうか、あ、でももうこんな時間かってね。明るいからってね、いい時間過ぎて、5時過ぎて、6時過ぎて、お客さんのとこ行ってもお客さん迷惑ですから、いませんからね。そこら辺はバランスをとって、うん、やっぱり肉はいいね。でっかい鶏肉も買いましたよ。でっかい鶏肉も、塊でね、2キロだっけな。あれも安いんだよ、本当に。1000円もしない。確かブラジルかどっかから飛んできてる、あ、飛んできてるとか運んでいる鳥ですよ、あれは。鶏肉はでもちゃんと美味しいですからね。2キロであれも800円とかそんなもんじゃないですか。800円しないから、もしかしたら1000円は絶対しないです。本当にありがたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。
中から味を変えてね。決して最初の味付けが良くなかったってことじゃないです。今ふと思った、マカロニサラダ食べたいね。マカロニサラダ、マカロニサラダ食べたいね。作ろうかな。近いうちにマカロニサラダ作りましょうか。うんうん、やっぱおいしい。豆もまたいいや。うん、やっぱり合う。うん、あー、さらなる進化たまんねっす。あだす。いやー、いいね。うん、いやー、いいわ。やっぱりマイナス先生入ると変わるわ。最高っす。あのあれ、ミートボールはね、このちっちゃいパックで安くで売ってるあれも美味しいですけどね。あの甘い、あのよくちびっこの弁当に入ってる系のあれも美味しいですよ。うん、でもこれ肉団子買ってきて、こうやってね自分でケチャップでやる、これも僕は好きなんだ。もうわらびの時、子供のちっちゃい時にあんまがこれをたまに作ってくれたんですよ。その時はもう嬉しくてね、このミートボールが。あれ美味しかった、本当に。あの味は本当美味しかったな。決して料理があの上手な人ではないですけどね、これ美味しかった。いや、いいご飯だ、今日のご飯。はい、ミートボール丼、美味しかったです。ごちそうさまでした。